やっぱりなんていうか状態も出ていくというか気持ちが強すぎるんで、はいはい、瞬間的にボールは捉えるの遅い、要するに詰まるというイメージが多くなりますね。さあそして代わったバッターはニューウェイズ、今ストレートは144キロを記録しました。素晴らしい球が今決まりましてワンストライク。さあ今日は金本に代わってスターティングラインナップに入っているこのリンウェイツーが2アウトランナー2塁3塁で、さあ大きな仕事ができるかどうか4回の裏。いやーまた球速上がって146キロ。工藤さん、ストレートが強いと言われるリンに対してインサイド2つ直球来ましたね。いやこの投球見事ですね。この懐に攻めていく強いボールを、はい、だから今年はその昨年と違って大ブレイクしているのかなというような感じですね、はい、4月の15日のドラゴンズ1回戦スタメン出場して朝倉から1号ホームランを打って以来8打数ノーヒットとヒットが出ていないリン。今日の第1打席はライトへのフライでしたが、ライトいや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 、1球2球と素晴らしいストレート、インサイドを攻めた後、今打った球はちょっとこう球速を抜くような感じのボールだったんですかね。そうですね、これあの右手で拾いました、はい、フォークボールか何かそういった系のボールですね、もう通して三振取ろうとしたんでしょうけどね。なるほど、今日はあのヤクルトバッテリーが非常に勝負が早いという中で、ツー、はい、ストライクからの3球目、あちょっとこうフォーク系ですかね、フォークですね、それがあの沈むんじゃなくて外へ流れるような感じだったんで、なるほど、まあ、リンにしたらすごくあの真ん中から外寄りのボールうまく弾きましたよね。